こんばんは。こんばんは。進んでなくないこれ。あ、落ちました。ふぅ。やっぱりライブ配信は設定が大変だね。なかなか慣れが必要ですね。声聞こえますか？もう遅れてくる、こっちに送られてくる声は何だろう？これです、これです。無事できましたね。無事できました。はい、よかったです。一安心です。あ、聞こえてるね。結構遅れるね、やっぱり。そうですね、ちょっとこっちだと遅れちゃいますけど、うん、こんばんは。こんばんは。もう結構入ってきたかな。今これですね。なるほど。ちょっと遅れましてね、すいませんね、はい、すいません、うん、ラグ10秒ありますね。なるほど。やっぱ多少出ちゃうんだね、ラグは。皆さん今日は仕事ですか？お仕事ですか？休みの人が多いのかな？今日日曜日ですか？まあ一応ね、うん、解像度を確認してください。あ、なんか、大丈夫じゃない？大丈夫だと思います。休み休み、うん、まあそうだ ね、 そうですね、休みの人が多いかもね、一応、うん、今のところ全員お休みのようですね。休みだね。後ろのポスターが気になる。あ、見られてる感じだね。キャバ出勤前だった。これから、ん？出勤前？まあまあいろいろありますよね。仕事だけどサボった。テレワークですかね。グッチじゃない？グッチ。グッチ来てんじゃない？まあ、一曲終わったところ。はい、ということで、はい、皆さん今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい。監督をやっております、高野八生と申します。よろしくお願いします。初めての人もいるかもしれないからね。そうですね。はい。そんなことないかな。どうなんでしょう。やっぱラグがありますからね。ほんで多分いろいろ今までの配信とかさ見てもらってる人は、はい、隣にいるやつ誰やねんまずそこからでしょうね。そうだね。なんなん、なんなんこのジャージみたいな。そう、知らない人も多いと思いますので、はい、はい、
あ、そうですね。はい。いつも基本的には役者をやらせていただいてます。で、ヒーロー・ザ・セカンドで、装飾系男子をやらせていただきました高峰康之と言います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、結構不思議な感覚ですね。そうね、はい、確かに期待されてたかもしれないですからね。違う方を、ね、もう22年前から存じ上げております。 ありがとうございます。はい、なんかあれ出てたんだよね。あ、出てました。はい、僕は忍者戦隊かくれんじゃーっていう、うん、はい、戦隊ものの方に子役でですね、あの豚の甘辛みたいなやつのあれだよね、角煮のレンジャーみたいなやつのシリーズだよね。それどう突っ込めばいいんですか。なんかスラスラ出てこないし。角忍者でしょ。そうだと。そうだよ。あ、また新しい作品を作ろうとしている。もういつもねそういうことを考えまくってるからね。いいと思います。斬新で。なんで2人かっていうとね、はい、いや、いよいよ、新プロジェクト、はい、エイトスターメイカーズというものが始まるんですけども、まあ何をやるかっていうところなんでね。そうですね。うん、まずはまあエイトスターメイカーズが何で始まるかっていうところからですね。うん。なんだっけ。そう、一応形式としてはオンラインサロンという形で、はい、はい、そのオンラインサロンってもう結構あの西野さんとかで結構有名なんだけども、はい、そうですね、オンラインサロンってなんだよって、うん、みんな知ってるかな、実際どうなんですか、ね、ラグが長いからもう。まあでも今の質問ですからね。そうだね。そうですよ。皆さん、オンラインサロンって、どういうイメージ持たれてるんですかね。うん。聞いて、そこからまず聞いてみたい気持ちはありますよね。うん。そうだね。うん、あ、やっぱ、ハテナがついている方も、いらっしゃるから。わかんないんだね。あ、なるほど。うん、まあはっきり言うと俺もよくわかってないんだけど。なんかそう、うん、まだ開始はしてないから。そうですね。実際じゃあオンラインサロンの、はい、中で何をやるかとか、はい、何ができるのかっていうのが。そうですね。うん、まあ簡単に未知数なとこなんだけど。補足させていただくと、はいはい、オンラインサロンっていうのは、まあ、よくあるオンライン上での空間にはなるんですけど、うん、そこで登録しているメンバーっていうのが、うん、まあ、携帯がいろいろあるので、すごいまだ自由度が高いものにはなってると思うんですけど、うん、まあ、登録していただいた方たちとこう、まあ、会うことができれば一番、今までは会って会議を、企画会議とかをされてる方とかがオンライン上でできるっていう、うん、まあ、不特定多数の人と、まあ、会わなくてもその場で、まあ、うん、要はそうですね、まあ、今までファンクラブとかオフラインでやってたことがそうですね、オンラインでできる、はい、まあ、例えばそういう俳優さんだったり、そうです、オンライン上でこうみんなで集まることができる。まあそれがまあ、うん、Twitter とか YouTube とかだとこう全体に公開されてることが、うん、ある意味特定の人たちだけでできるような空間を、うん、インターネット上に作ることができるっていうことになると思いますね、うんうん、あとは月学制でいろいろ、まあその中でいろんなことを発信したりとか、うん、だからメンバーの人もいろんな発信ができてっていう、なんか双方向からそうですね、いろんなことをまあ、発信し合えて、まあ、今回のその8スターメーカーズっていうオンラインサロンで言うと、はい、まずは一緒に映画を作るっていう一つのテーマがあって、うん、はい、それがその八星さんの
こう一人の考えじゃなくてそのメンバー全員で一緒に考えて作り上げるっていう場所にするっていうコンセプトですよね。うん、そうかなというコンセプトだったと。あ、そうだね。だからそれがそのまあそれの上でいろいろとこう普段では話せないこうところを少し掘り下げて話ができたりとか、まあ、ただ学校とかとは違う空間であり、ある意味こうメンバー同士でいろんな話を和気あいあいとできるような空間にしていくっていうのがコンセプトかと。そうだね。はい。はい。で、まあそもそもヒーローっていう、はい、まあシリーズの映画を作ってまして、はい、で、まあ知ってる方も知らない方もいると思うんですけども、まあシーズン1、2までは撮ってて、そろそろ3を撮る。はい。で、この中で、みんなで考えながら、はい、ヒーロー3を作っちゃおうじゃないかっていう、今回のね。そうです。はい。最初の大元は、そうです。うん。なんか、仕切らないとダメっていうやつが。いや、その上じゃないですか。そう、クラウドファンディングは、あのお手伝いというか自分がいいなと思った企画に対して、うん、何て言うんだろうな、応援するっていう形なんだけども、うん、今回は割と入った人と一緒に作るというか発信していくっていう感じかね。完全参加型です。うん、じゃあ例えば中でじゃあ何をやるかっていうと、今まあ途中まで本ができてるんだけども、はい、まあそれに対してもうちょっとこの方が面白いんじゃないかとか、うんうん、まあこういう特撮ネタが結構知ってるんだけども、うん、盛り込んではどうですかとかね、はい、そういう発信もメンバーの人ができるっていう、はい、でその中で自分が、あ、それいいねとか、うんうん、響いたものっていうのはそれをどんどん採用していこうかっていう、はい、うん、もう本当にそのまま取り入れられる意見が出てくる可能性があるってことですよね。はい、まあ、ね、それ以外にもどん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 こうディスカッションしていくネタっていうのはやっぱあるんですよね。うん、そうだからそれプラス、まあ特撮には造形が出てきたりとか、はい、まあ音楽もそうだし、はい、まあその後、グッズだったりとか、はい、まあそういうものもみんなで考えちゃおうっていう、うんうんうん、感じですね。まともな意見出せる自信がないですってそうなんだよね。あのオンラインサロンでよくあるのが、うんうん、まあプロデューサーやってますとか、うん、いろんなその業界のことを作ったりして知ってますと、で、まあ、そこに自分たちが自主映画を撮りたいってなった時にノウハウを教えるみたいなオンラインサロンっていっぱいあるんだけども、はいはい、そういうことではなくてもう全部をみんなで、はい、いや私デザイン結構得意だとか挑戦したいとか、うん、いやなんか本が得意とか、うん、そういう人が集まって各部のことができればなっていう、うん、そんなことをしようとは思ってるんですけども、はい、うん、そうそう、まともな意見じゃなくて、そもそもヒーローシリーズって、はい、まあよく自主とかで特撮ヒーローものを作るってなると、はい、割と真面目なものっていうか、あ、そうですね、うん、こう正統派ヒーロー作品、うんうん、そうなってが多いとは思うんだけども、はい、まあ割と裏切ってるっていうか今までのこのヒーローの流れということですね。なんで、まあ単純にこういうのが面白いんじゃないかっていうのを気楽に出していけたらなっていう、はい、うんうん、そうですね、その何の技能もないで
そうだよね。でもそこから、まあ、こう、逆に、そういういろんな意見を知りたいっていう部分がありますよね。うん、そう。もう正直ね、今までワン、ツーで、はい、一人で、はい、ほぼ考えて、うんうん、いろんなことを、もう限界が来てるんですよ。はっきり言って。突然のカミングアウト。そうね、もう大変なのよ。そう。まあそうなった時に、ちょうどこれから作るっていう、うんうん、まあ、時期で、うん、まあまだ時間もあるし、はい、こういう企画で、はい、まあ本当にみんなで、はい、意見を交わし合って作っていけたらなって、うんうんうん、思ったので、また今までとはまた違う新しいことへのチャレンジをプラスして、うん、全く新しい、まあ今までのシリーズですから流れがあるとは思いますけど、うん、それをよりこう大きなものにしていくっていうことですよね。うん、そうそう。うんうんうん、だから0から1を作れっていうわけじゃなくて、まあある程度自分でもうある程度書いてる部分とか思い描いてる部分があるけども、はい、それプラスもっとたくさんの人に意見してもらって、うん、より面白いものを作っていきたいなって思っております。はい、うん、ちなみにでもその中でまあざっくばらんな他のそれだけ作るだけにとどまらずこういろんな話が押されたりもするんですか、そのサロン内では。うん、一応今考えてるのは、まあその特撮界である程度名前の知れてる人だったりとか、はい、まあ今までのヒーローシリーズに携わってもらったスタッフさんだとか、うん、まあ、俳優さんとか監督さんとかいろんな人と対談をして、はいはい、そういうのも発信していけたらなとは、うんうんはい、思っております。なるほど、うん、まあ、とにかくいろんなことをね、うん、やっていきたいなと思ってるんだけど、うん、まだ始めてみないとどこまでできるかっていうのが。そうですね。そう。でも多分入ってもらって、顔出ししたくないとか、はい、いう人もいるだろうし、はい、だけども意見は出したいとかそういう人もいるだろうから、例えばチャットでそのミーティングしたりとか、はい、まあこんな感じで配信でやったりとか、はい、まあ例えばズームで顔を合わせてやったりとか、うん、いろんな形で、まあこういうのどうっていう作り上げたりする作業をみんなできたらなって、はい。はい、うん、鈴子サミンにまだ行ってないんだよね。そう、鈴子サミン、うん、そうだね。もうそもそも、はい、ヒーローシリーズっていう映画自体が、はい、もう身内ネタばっかりだから。なるほど。どうせ身内ネタの映画作るんだったら、もう身内で作っちゃおうみたいなイメージだね。ああ、もうみんな巻き込んで、うん、みんなで身内になっちゃって、そこからもう好きな意見を言い合うっていうところですね。なるほど。でサロンのシステム自体がそもそも外に出ない作りになってるから、ね、だから最初にみんなが言ってた、なんか宗教っぽいです、はい、怪しいですってイメージあると思うんだけど、はい、まあ身内で例えばビジネスサロンとかでビジネスの話したりとか教えたりとかしてるとこもあれば、はい、うん、まあエンターテインメントやってたりとか。そうですね。で、まあジムみたいな感じで、はい、その鍛え方を教えたりとか、はい、まあいろんな形があると思うんだけども、はい、そうですね。今のところはその、ヒーロー3を作るという一つのプロジェクトのうちのオンラインサロンっていうことですもんね。はい、だからまあどちら、まあちょっと宗教とかね、イメージが多分あるとは思うんですけれども、うん、とその作り上げる過程を楽しむっていうところをみんなでやれるっていうところに、そうだね、目標にしたいのかなと感じてますね。そう、身内巻き込み型だね。
どっちかっていうと。なるほど。なるほど。メンバー参加型じゃなくて、身内巻き込み型。うん、そうだね。そのうち新宿のドンも出てくるかなとは思うんだけどね。新宿のドンは何してんですかね。そうだね。忙しいらしいよ、撮影で。最近忙しそうで。そうだね。うんうんうん。まあサークルみたいな感じで、はい、ゆくゆくは、はい、人数が多くなってきたら、はい、例えば造形の方が得意なんですとか、うん、作るのが得意、デザインするのやってみたいなとか、うん、別に得意じゃなくていいのよ。はい、なんか興味がある、うんうん、じゃあ造形部を作りましょう、はいはい、で本とかすごい読むし、はい、本得意ですとか、なんかそういうの書いてみたいです、うん、挑戦したいですっていうのは、はい、脚本部っていうのね、うん、でいろんな部に分かれて、実際あれですかね、そういう部署っていうのもこう進んでいくうちに増えてったり、新しくできたりも、うん、もうそれはもうどんどん変化していくっていう感じですよね。そうだね。それは中の人がこういう部も作りませんって言ったら、はい、あ、それいいねとかなるかもしれないし、どんどん可能性は広がっていくっていう。まあ、変な話、もうこの身内巻き込み型がどん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 いろんな人をみんなで巻き込んでってっていう、そうそうそうのが、まあ、理想ですよね。そうだね。だからゆくゆくはある程度本ができて、もうある程度撮影入れますよってなった時は、はい、まあそこはなかなか ね踏み切れないというか、まあまあ、ところがあるので、そこに関してはやっぱし任せていただいて、うん、はいはい、で出来上がったらいち早くメンバーの人たちに見せられるとか、はい、うんうん、試写ができるとかさ、はい、まあそういうのも面白いだろうし、うん、あ、絵描きいいじゃん、もそう、なんかポスター描いてよとかね、うん、そうですよ、ね、うん、どういうのだったらこう面白くなるかなみたいなのも話が広がるわけですからね、うん、そうで、よくだんだんその立っていくうちに、まあグッズ作ったりとか、みんなで、はい、グッズもね大変なのよこれ。グッズは、また出たカミングアウト。グッズ大変なのよこれ。今まではあれですか、グッズのアイディアっていうのも発生さんが出してたんですか。まあその中で、そうあるんだけども、うん、その中で要はすごいお金かかっちゃうから作るのに、なるほど、今回やめましょうとかね、はい、その中でいろいろ出てくるんだけども、うんうん、まあそういう判断もね、いろいろしなきゃいけないし、大変なのよ。もう助けてくださいよ。で、グッズはさ、それこそ別に著作権俺が持ってるわけだし、ああそう、ゆくゆくはこういうグッズ作りたいんですけど、はい、売っていいですかって言ったら、なんか別にいいよみたいな感じで売ってもいいし、太っ腹ですね。なんかそういうこともできたらなって。そうですね、うん、なんかそういう面白いことができるかな。まあ、逆にこう、その撮ってる側とか、やってる側とかよりも、見てる側の方の方がグッズとかに関しては、こう、希望が多かったりもしそうですしね。こういうのが欲しいんです、みたいな。いや、そうそう、こういう風にさ、アクリルスタンドを作らないんですかって言うんだけど、実際、はい、これはあんまり言いたくないのね。エンターテインメントの一部だから。なるほど、大丈夫だけども、これ今一応生配信ですから、ね、そうそうそう、編集できないんだけど、やっぱりね、作るのにすごい原価がかかるとかね、いろんなことがあるわけよ。これのこれのね、これがね、これのそう、いや本当に言われたものは作りたいんだけども、はあ、あと他にニーズがあるかっていうね、それも考えなきゃいけない。まあ確かにね、いっぱい作っても、うん、本当に 1,2 個とかになってしまったらっていうところですよね。そうなんだよね、うん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 、それそれぞれの好みがあるからさ、うんうんうん、それを全部聞いちゃうと、うん、なかなか作れなかったりとか、うん、いろんな問題が重なって、うん、今回やりましょう、やめましょうっていうのも、うんうん、多分それもサロン内でやっていくうちに、はい、まあ勉強になるって言ったらあれだけど、うんうんうん、面白みがあるとこかなって、うん、そうですね、やっぱ可能性は広げたいですからね、うん、ただ
まあ現実的なところに落ち着いちゃうのもどん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 こう取っ払っていきたいですよね。うん、ああプログラミングができる。でもこういうのも逆に言うと、そうそう、 A が直接じゃなくても、もう書道部だけど頑張ろうかな、あいいじゃない。だからそのなんか自分が持ってるちょっとしたスキルとかを、はい、例えばじゃあポスターの文字を書道で、はい、書道風に書きたいとか、うんうんうん、ああそれいいじゃん、うんうんうん、そういうこともできるし、プログラミングは何ができるんだろうね。なんかそういう可能性、じゃあそれで何ができるかっていうのも話し合って、これできるじゃん、アプリね、ヒーローアプリ、そうそう、そういうのもいいよね。うん、やっぱグッズについては厳しいらしいですよ。そうだね、お絵かきできる、デザインできない、まあいいんだよ、なんか挑戦したいなっていう人が。で本はそんなプロではないので、はい、まあ、ある程度何項目かっていうかちょっとずつやってって直すって作業ね、作るっていうことじゃなくて、なんか面白く直してくっていう作業ね、はい、みんなでできたらいいかなと思う。それは実際に今上がってきているものを皆さんに見ていただいて、うん、一緒にっていうことですよね。うん、人を巻き込むの得意ですって言ってる方もいますよ、うん、いやそうそうそう、壮大な部活だね、うん、あ、うん、営業くらいないいね、なんかもうこの時点で結構広がってきてちょっとずつ、いや営業も大事ですからね、うん、逆に上映方法とかもいろいろこう広げていきたいんですよね。ああそうそうそう、うん、あの今までやっぱり、劇場を借りて、うん、まあ、そこで舞台挨拶して上映して、うん、終わりっていう、はい、いう感じだったんだけども、なんか外でやったりとか、はい、野外で、うん、焚き火なんてしながらとかね、うん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 、ちょっとヒーローらしい変わったことっていうのも、はい、イベントだったりとか上映に組み込んでいきたいなって。逆にまあその密集密を避けるっていう意味では屋外とかは後々はいいかもしれないですもんね、うん、上映方法として、うん、まあ、そうなるとやっぱ営業必要になってきますよね、うん、そうだね、うん、どん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 そういう風に広がっていったらいいな、うん、うん、多分新しい意見が出てくると、あそういうのもあったねっていうのがいっぱい出てくるとは思うんですよね。まあ、例えばあの前回ヒーローザセカンドという、はい、まあ、2の作品の時に、はい、やっぱりあの脚本家さんといろいろ練って練って10ヶ月ぐらいかかったんだけども、うん、その中で、まあ、出来上がりましたってなった時に、はい、まあ出演者からこういうネタがあるんだけどって言ってもらって、はいはい、あなるほどねって、もう現場でそういうのが浮かんできたりとかあるんだけども、はい、やっぱり自分だけじゃ浮かばない部分って結構ある、ね、うん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 、なんかそういう部分も大事にしたい、どん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 取り入れて面白いものにしていきたい、うん、それってあれなんですか、やっぱその方、意見出された方の、うん、その人がやられてたネタだったりするんですか。いやそうそうそう、あ、やっぱそこに関してはそのお互いに全部を知ってるわけじゃないですもんね、うん、うん、そうなんだよね、うんうんうん、本当は勉強すべきなんだろうけどまあでもヒーローがもう何十人と出ておりますからねそうだね、さすがに全部はなかなか難しいですよね、うん、採石場で上映、まあだから特撮ネタを知ってる人がいたらこういうネタがありますよ、うん、だったりとか、別に知らなくても
なんかここでセリフ言わない方が面白いんじゃないですかっていう、なんか作り方の楽しみっていう、はいはいはい、まあそれでも全然いいし、ここになんかこういうセリフ入れた方が面白いんじゃありませんかっていうことでもいいんだけど、はい、なんかそういう直しっていうか、手こ入れするみたいなことをみんなでやっていけたら面白いかなと思って。そうですね。そう、また本当にどうなるか想像がついてないですからね、今のところこちらとしても。そう、特撮好きが生かされる時、まあまさに特撮好きな人はそうだね、見てるだけじゃなくてもう作っちゃいなよみたいな何ですかその某有名な方みたいな言うみたいな感じでもう見てるだけ飽きたでしょって作っちゃいなよみたいなねいやでもできたらまあ嬉しいもんなはずですよね、きっとね、きっと面白いんだろうと。そう、そうですね。で、盛り込んでったものがさ、はい、まあ、前回でいう菅地だったりとか、はい、菅高政とか、青柳高也みたいな、吉岡武みたいな人がね、そのセリフを実際ね、現場で言ったり、映画の中で喋ったりするっていうのは、なんかいいんじゃないかなと。ちょっとそこだけは鳥肌立っちゃうやつだね。そうだね、おーみたいな。そうだね、うん、あとキャスティングだったり、キャスティング、そうですね、そう、これ結構重要なところですからね、本がある程度固まってくると、やっぱりそのイメージした人にキャスティングするんだけども、はい、まあ、これに関してはいないところで例えばこの人がいいですってなった時に、はい、結構、まあ、文句になっちゃったりとか、うん、なんつうんだろうな、いないところでその人の話をしちゃったりするんで、まあそれはあくまでも空想の話っていう流れで ね、 そうですね、この人に出てくれたらいいなっていうね、夢の話として、はい、まあ、やっていけたな、まあ、でもそれもどん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 言っていただきたいところですもんね。そうだね、そんな形でいろんなことがね、まあ本当に部活というか、みんなで自由に一個の映画ヒーローを、まあ今3ですか、はい、ヒーロー3を作り上げるという場所にしていくっていうのとプラス、まあ実際問題そのヒーロー3という、まあ、作るんですけれども、その作る裏側とかそういったことを、まあ、学べる場所でもあるっていうところですよね。まあ家庭をエンターテインメントにしたいなっていうのがそもそもの今までの作っていく過程ですね。そうだね、出来上がったものを見てもらって、あ面白かったね、つまんなかったね、だけだとなんか、なんかエンターテインメント面白くないなと思って、やっぱり家庭をみんなで楽しんでもらうっていうのはこれからいいんじゃないかなって、で、たまたまのこれからこれなんですよ、サロンをやっていくにあたって、はい、ヒーロー3をとりあえず作るんだけども、それ終わった後にまた新しい企画をやっててもいいし、まあ、とにかくどん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 幅を広げていきたい、この先、ヒーロー4なのか、また新たなね、核忍者ですか、核忍者もいいよね、ちょっと気に入ってるじゃないですか、ね、でもまあやはりこう参加していただきたいプロジェクトではあるんですけど、まあここら辺ですよね、そういう、まあ、ざっくり今回の、まあ簡単にね、どんな人に参加してほしいか、はい、まあ、さっき言ってた特撮ヒーローにが好き、はい、得意だとかこういうの知ってるよっていう人、まあ、単純に本にね、はい、そういうの盛り込みやすいっていう、はい、っていうのもある。あとは普通にそういうの知らなくても自主制作映画とかを作ってたりとかしてて、興味があったりとかね、はい、そういう人もいいし、まあ、脚本に興味がある、はい、だったり、まあ、単純に面白い企画を考えたい、
いや、それはグッズだったりとか、うん、あと今回ね、はい、最終的にヒーローシリーズってクラウドファンディングやるんだけど、ね、はい、やりますね、はい、そこに直結したいのね、はいはい、うん、でそこでクラウドのリターン自体もみんなで考えちゃおうっていう、おー、そのメンバーで、なるほど、うん、これいいんじゃないかなって、うん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 、うん、エキストラに出ること可能だったりするでしょうか、うんうんうん、東海地方のエキストラ撮影、あー、だからそのシーンが出てくればって話だね、今回の本に、脚本に、うん、まあそれも制作費の問題でそっちの方に行く人員が必要だったり、カメラマンさんとか、うん、そうですね、音声さんとか、はい、照明さんとか全部で移動しなきゃいけないんで、うん、なかなか難しかったりね、少し情勢的にはいろいろ難しい場合もまだなってるかもしれないですしね、うんうん、情勢が落ち着いてくれば、うん、まあ、みんなで会ってね、オフラインでミーティングしたりとか、うんうんうん、あ、そうですね、うん、それもいいかなと思ってるね、うん、何でも言ってるそうだね、まだね、先がだからそれに関しては見えないから、はい、うん、夢の話っていう今の時点で、ね、そうですね、うん、まあ、ざっくりで、ただクラウドファンディングは実際に行うっていうのはもう決まりなんですよね、うん、そこまでは決定してます、うん、はい、まあ、予算内では できる限りのことは何でも やりたいけどね、はい、うんうん、ちなみにそのオンラインサロンの8スターメーカーズとしては、はい、どういうスパンで活動を行う感じになるんですか。それが、今の時点では2週に一遍ぐらい、はい、で、まあ宿題、週の最初に宿題を出して、はい、読んでもらってみんなに、あ、それは脚本ですね、脚本を、まあ、最初にお配りして見ていただいて、うん、そう、はい、で、まあ、ここをみんなで考えて、はい、で次の週にみんななんか面白いのできたっていうか、自分も含めね、はい、でなんか宿題方式で急にやっぱり出てくる人と、うんうんうん、その場でポーンって出てくる、まあ出ない人もいるから、まあそれはスタイルというかね、うん、個人のね、じっくりこう読み込んでっていう方ももちろんいらっしゃるでしょうしね、うん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 、そうだね、でそういう風なペースでどん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 作っていくっていう、でその中で出来上がってくると、はい、じゃあ造形が出てきましたね、はい、じゃあ造形どうするみたいな、はい、うん、どんどん進んでいくと、うん、だんだんシーンとしては分かってくるわけじゃん、それに対してどんどん話していくって、はい、広げていくっていう作業ができたらなと。いや、原稿用紙2枚以上はいらないんですよねそんなね、難しいことはそうですよね、うん、まあ本当にそれについてこう、まあやっぱ参加していただきたいから、1アイディア、まあ何でもこう失敗とかじゃないですからね、うん、よしあしじゃないと思うんで、そもそも正解がないからね、やっぱり、うん、まあただそこに楽しさがあるというか、そうですよね、うん、でそこから、まあ、一応精査して、うん、こう またそこからそれについて話し合ってもいいわけですしね、うん、そう、一つだけ NG があるんだよ、ね、なるほど、それは、はい、やっぱり中身を知りたくない人、はいはい、うん、もう本当に出来上がりだけを見たいですっていう人は、はいはい、まあ向いてないっていうか、そもそもその企画に合ってないからね。純粋に家庭ですから。そう、純粋に見てくださいっていうことしか言えないんだけども。うん、確かに。まあでも結局、じゃあみんなでこれでできましたって言ったところで、うん、現場で結構ね、あ、これ面白いじゃんって、撮ってる時の
考えみたいなの変わったりするんだよね。それはやっぱありますよね。そうそう。だからまたそれをやったとて、うんうんうん。うん、また結構変わっちゃったりするから。まあ、まあ、そこも含めて、こう、楽しんでいただきたい。うん、まあ、脚本は基本的に設計図ですから、はい、設計図で面白いものがある程度できれば、うん、組み立てもうまくなるでしょ、もっと面白くなるでしょっていう考えね。うんうんはあ、そう、ネタバレ OK の人のみというか、一緒に作りたい人。これだからネタバレっていうとまたあれなんですよね。また違うんだよね。もうその、ネタを、そのみんなで作るっていうことですからね、うん、バレるとかじゃなくて、あ、すいません、コンテンツを作っていくってことだね、みんなで。そうですね、うん、もうだって作りたいでしょみんな、そろそろ。まあ、あもう作りたいでしょそんなことない、どうなんですかね、うん、あ、セカンドも台本と違うとこばっかりだった。うん、結構ね。うん。そうなんですよ。うん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 。そうそう。結局撮ってみたら、絵になってみたら面白くなかったなーっていうのでカットしたりとか変えたりとかも結構あるしね。はい。うん。まあやっぱ、その、絵がないですからね。脚本の中だけだと。うん。うんまあ、とにかく今回のターゲットとして単純に特撮とかが好きで見てもらうっていうことではないので、はい、本当に作りたいっていう、うん、そういうものを作ってみたいとか挑戦したいとか、うん、ちょっとスキルがあるからやってみたいなとか、うん、でそういう人への発信というかそういう人と一緒に作っていきたいなっていう、はい、企画なので、はいうん、どん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 中で外側の人は何してるか本当に分かんないっていうけども中側ではめっちゃ楽しいことをしてるっていう、はい、なんかそんなイメージでいいのかな、うんうんうん、だやっぱ楽しい作品を作る上でこう楽しくっていうのは一つのあれですよね、うん、大事にしたいところではありますよね、うん、でも そこだけじゃなくってっていうところですよね、うん、そうだね、うんうん、いろんなことが先々できるかなって考えるとね、はい、うんでちなみになんですけど、はい、そのいつからサロンの募集がスタートするんですか。で明日です。お急ですね明日から募集で、はい、2月1日からです。はい、はい、でどこでこう見れるんですか。あプラットフォーム、はい、プラットフォームとしては、キャンプファイヤーさんですね。あ、なるほど、はい、今 CM やってる基本的にはクラウドファンディングサイトですよね。うん、まあ、そこのキャンプファイヤーコミュニティっていう場所でね、はい、月額制なんだけども、はい、どうしてもあのオンラインサロンって月額制になって、はいはい、まあそれでスピード感そうだよね、うん、そうで結局2月の下旬から始めても、はい、2月最初から始めても、はい、まあ、金額一緒なんで、はい、一応立ち上げは1日からやっていきなりボーンってに集まるわけじゃないから、1週間ぐらいは、はい、その中でいろいろなコンテンツを出してってそれを見てもらったりとかして。そうですね、うん、そのサロン内の特典とかがあるわけですもんね。そう、その中でいろいろ撮影したものがありまして、はいはい、見てもらったりとか、はい、うん、まあそれはこの後終わってからアップするんだよね。そうです、うん、その今見ていただいてる YouTube の8スターフィルムアカウントにいろいろとちょっと小出しですけど、はい、アップさせていただくのでチェックしていただければと思います。はい、はい、そうだね、まあ、明日から募集は始まって、まあ、大体今のところ暫定的には1週間後7日あたりを目安に最初の回をスタートする、うん、実際の活動スタートっていうことですよね。はい、キャンプファイヤーとはっていう人いるよ。
お、キャンプファイヤーとはですね、はい、今 CM をやっているクラウドファンディングサイトですね、はい、でそちらの方で、まあ、オンラインサロンのコミュニティ、キャンプファイヤーコミュニティという部門というかカテゴリーがありまして、そちらの方に8スターメーカーズのページも載せさせていただいて、はい、で、まあ、現状その実際の活動としては Facebook の非公開ページに皆さん入っていただいて、はい、その中で、まあ、動画配信だったり、まあ、スレッドを立ててアイディアをとか自己紹介だったりとかをしていただく場所を今作成してますので、はい、なのでその、サロンに入会していただいた方にそちらの招待をさせていただく、うん、そういった流れになります、まあ、なので そこからご連絡取って入っていただいて、そこでそういう、まあ、番組といいますか、はい、配信といいますか、うん、そういったものをこちらがどんどん発信していく。でまたそこでメンバーの方たちに自由に発信していただける場も作りますので、うん、まあ、そこでメンバー間でディスカッションしていただいたりとか、うん、そういったのも自由にしていただける場所にはなりますね、はいはい、月額いくらですか？月額、はい、じゃあ私の方から、はい、月額2500円です、はい、これ高いのか安いのかちょっと分かんないよね。これも僕らもこれ結構一番悩んだところかもしれない。悩んだけどね、うん、まあでもこちらはあんまりね、あ、これ正直言っていい？ああ、出ますか。3回目のカミングアウト。はい、あのね、もう俺の中では結構無料、はい、で出すコンテンツって終わりだと思ってるのね、はい、あ、なるほど、正直言って、はい、だからツイキャスとかもある程度有料でやらせてもらったりとかしてたんだけども、うん、はい、うん、あ、その高い安いっていうことではなくて、要は あんまり安すぎていろんな人からなんかわけのわからない人に、はい、なんつうの、なんて言ったらいいんだろう、うん、本当わけのわかんない発言する人とかいるじゃん。もうこういう趣旨で言ってるのに、あ、はい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 、こう、何、あ、僕ですか。そのお門違いというか、天、その真後ろからの発言みたいな、なんか、うん、噛み合ってない発言ということです ね、はい、いや、その高すぎず安すぎずっていうところをね、うん、ある程度考えて、ある程度自分の発言とかにも責任持ってほしいな、最低限、はいはい、うん、そういうところも考えて、まあ、このぐらいの感じかなって、うん、まあこれに関してはその分の、うん、価値があるものをこちらとしても出していく意気込みですし、逆にその、まあ、どちらかというと別に変な話入ったから、うん、もう違約金がとか永久どうのとかっていう話でもないですからね。そう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 、うんうん、そうなんだよね。だから本当に純粋になんかそういうのをやってみたいとか楽しみたいっていう人で、うんうんうん、なんかちゃんとした意味のある発言を交わしたいなっていうことなんだよね、はい、うん、本当にそのアイディアでヒーロー3が変わっていくわけですからね、うんうん、それでみんなもスキルアップできたりとか、うん、なんかそういうのも嬉しいし、うん、なんか制作に関わってくれる人が出てきたりとかしたらそれもいいなと思うし、はい、じゃあさっきのグッズとかで例えばなんかこういうグッズ作りましたって、あ、じゃあ売ろうよって、はい、でそれはもう商売してもらってもいいよとかさ、ずっと払いっぱなしでもなくて、うん、自分たちでもそういうことができたりっていうのも多分魅力になってくると思うから、うん、はい、まあそれはねある程度後の話になってくると思うんだけど、まずはこう盛り上げたい、始まって、ね、始まって、はい、こう本当に盛り上げたい、盛り上がって楽しくやりたい。また今までのこうヒーローを知らなかった方たちにもどん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 広げていきたいものになりますよね。そうですね、うん、
説明としてはこちらとしては、うん、あれですかね、なんか質問とかあれば、はい、ぜひコメントに書いていただければ。あ、ミーティング的なのは週末開催ですか。基本的には、そういうふうに毎週末っていう感じにはしようと思ってます、うん、はい。で、まあ週末忙しいっていう方もいるので、それとは別にこの方が話しやすいとか、平日とかに例えばチャットだけやるとかね、うん、とかもありだし、ここ進んでないなとかがあれば、うん、まあいきなりやってもいいしとかね、うん、そういうのも含めて、うん、うん、なるほど、それも含めて考えていけたらな、うんうんうん、なかなか個人個人のね、はい、その平均的に行くしかないところはあるんだよね、最初は、うんうん、参加しやすい時間帯とか曜日にやるしかないっていうところはどうしても出てきちゃうんだけども、はい、まあそれだけじゃない人もね、やっぱりお金払っているわけだし、うん、はい、ちゃんとねそこに一緒になんかそこでも発言できるね、うんうん、機会とかも作ってって、はい、はい、そうですね、完成予定時期は決めてるんですか、うん、はい、一応夏ぐらいに撮影を考えております、うん、ペースとしては。あ、ちなみにそうですね、あの DM とかでも質問受け付けます、はい、したらそう Facebook のなんか、なんだっけ、いやキャンファイアコミュニティの方のページでおそらく問い合わせができるはずなので、そこからいただければこちらで返信させていただきますので、うん、結構期間は短い、うん、短いのかな、ん、あ、いや、あれですよ、その半年ぐらいはあるよね、ヒーロー3が制作するまでじゃなくて公開した上映方法とかもあるので、その後もどん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 出来上がった後もね、いろいろ、はい、うん、まあ、大体でも言えることは言ったかね。はい。なんか、ダメだな。切れるとテンションが。すいません、ね。切れるから。また、ちょっとね。また配信してもいいし。いい。まあ、そうだね。とりあえずヒーロー3ができるまでっていう考えると、半年ぐらいかなって。で、プラス、上映したりとか、どういうふうに上映するか、グッズどうするか、って考えるとやっぱり1年ぐらいになってくるのかな、うんうんうん、でそれでまたシーズン2みたいな感じで新たなものを作っていくっていうことでは、とりあえず今回に関しては第1期はまあ半年から1年ぐらいの話になってくるかな、うん、うん、と考えてもらえればいいかなと思います、はい、うん、ラジオ配信うん、まあどうせだったらね、みんなのペースもできてくると思うし、はい、短く終わるのもね、もったいないと思う、そうですね、長いスパンでプロジェクトとしてはということでいいかな、はい、今日のところは、はい、またこちらの生配信の方もアーカイブとして YouTube の方に上げさせていただくので、ぜひ、うん、ちょっと分かんなかったなっていう方は見ていただければ、まあでも今回説明したことが意図としてはあれですもんね、はい、うん、まあ今日見れなかった人で入りたいっていう人もいると思うので、まあちょっと返信なんかちょっと短くするの、暗転は切りますああそういうのね、はい、そういうのだけ切って、はい、あの会話してるところとか残して、はいはい、そこだけね、はいはい、できればなと思います、はい、まあとにかく高評価高評価ね、あ、これ YouTube の、あ、そうです YouTube です、そうですね、では、うん、ぜひ、はい、明日から、8スターメーカーズ、開始しますので、
皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい大丈夫かな。はい、ありがとうございました。まあとりあえずみんなバイバイっていうのがあるからもうちょっとね。はい、ありがとうございます。もう大丈夫かな、とりあえずは。あ、高評価ありがとうございます。今後 YouTube とかでいろいろね、はい、中で起こってることの短い版とか、ね、小出しをしますね、うんうん、ありがとうございましたありがとう高評価が増えております。ありがとうございました。チャンネル登録、あ、皆さんありがとうね。あ、もうこういう、ありがとうございます。こういう感じでみんなで盛り上げるっていう、まさにそうだね。そうですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。では、失礼します。失礼します。はい。